テルテル亭は富山県富山市の中央通り商店街のセプラビル内にある園芸ホール。正式名称は北北スペーステルテル亭。かつて富山109が2000年9月までキーテナントとして入居し、撤退後は富山ニュースカラザという映画館がビル内に入居したが、こちらも2006年に閉館したため、地元の大手地銀である北陸銀行が出資し、 富山県出身の人気落語家、立川志之助に落語ができるホールとして、プロデュースを依頼、映画館を改修し2008年6月7日に、開館した。ホール名の、てるてる亭は、運営関係者から、ホール名のどこかに、志之助を入れてほしいと提案されたが、照れてしまうとのことで入れずに、志之助の本名が、テロで、テラシちゃんと呼ばれていたので、てるてる亭と命名された。 また、篠之助は、会館にあたり、石堤のような、館長のような、番頭のようなものに就任した。なお、東ホールは、貸しホールとしての貸し出しは行っていない。セプラビル3階にあるホールの舞台は檜を使用し、落語などの公演に合わせ和風の落ち着いた舞台となっている。なお、客席は、映画館だった頃の席をそのまま利用している。また、 ビル1階には2010年2月13日に、北北通りとして、ミニシアター、多目的スペース、土産店などを開店した。篠のによる、篠のの試みという落語会が、ほぼ毎月1回定期的に行われているほか、毎年1回富山県民会館や、オーバードホールなどで、篠のが座長を務め、富山県出身の落語家、芸人、マジシャン、俳優、女優、 ミュージシャンなどが一堂に会すイベント、コシチューザ公演が行われているが、その前日に、テルテル邸にて、コシチューザ前夜祭りが行われたり、シャベランマイケ、エッチュー、とヤマベン大会が年1回行われている。また落語家や芸人の公演が不定期で行われている。ありがとうございます。